ジョバンニ・パオロ・パンニーニ、パンテオンと古代ローマ遺跡のモニュメントのある幻想的、景観カプリッチョとは、実在の建物、古代遺跡、それに架空の遺跡を混ぜこぜにした風景画のこと。人物が描かれることもある。奇想画とも訳される。カプリッチョのパイオニアは、17世紀中期にローマで活躍したアレッサンドロ・サルーチやビビアノ・コダッツィと言われる。サルーチはコンポジションの素材としてローマ遺跡を配置することで創造性と自由を求めたが、コダッツィはもっと現実的でアゴスティーノ・タッシのクアドラトゥーラなフレスコ画やクロード・ロラン、ヘルマン・ファン・スワーネフェルトの都市景観画を見て影響されたのかもしれない。カプリッチョを提唱したことで知られるのが、ジョバンニ・パオロ・パンニーニで、そのスタイルは1740年代のカナレットのベドゥータを発展させたものだった。ジョバンニ・バッティスタ・ピラネージと、その模倣者の作品も、また有名である。それより、後の時代になると、チャールズ・ロバート・コッカレルの、A トリビュート・ツー・サー、クリストファー・レン、A プロフェッサー、S ドリーム、ジョセフ・ガンディ、1818、パブリック&プライベートビルディングス、エクスキューテッドバイサージョン・ソアネがある。ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロは、自身のエッチング連作をカプリッチと題した。カプリッチョから建築物を減らして、その代わりに、兵士、哲学者、美しい若者といった人々の集まりを描いている。それぞれの作品にタイトルは付けられておらず、ムードとスタイルだけが全てである。このシリーズは後にスケルツィ・ディ・ファンタジアと呼ばれた。彼の息子、ジョバンニ・ドメニコ・ティエポロは、父の絵を模倣し、またタイトルもカプリッチとした。フランシスコ・デ・ゴヤにも、ロス・カプリチョスという版画集がある。ウィキメディア・コモンズには、カプリッチョに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。